こんにちは、キキです。今日はお正月花を花瓶に生けていきます。お正月花はですね、こういうスーパーでどこにでも手に入るような、セットを買ってきています。花瓶、これね、花瓶に生けるといいことがあるんです。何かというと、水に深くお花が浸かりますよね。森花に比べて水に深く浸かるので、お花の持ちが花瓶の方がいいっていうのがありますね。はい、で、この花瓶に生ける時のこれやらないでっていう NG ポイント3つをお話ししていきます。それを守ると誰でもお正月花がちょっと素敵に粋な感じに仕上がるので、ぜひ最後までご覧になってください。動画の最後ではお正月の花によく入っている金柳の使い方もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧になってください。はい、では花材紹介です。まずね、松ですね。松、はい、もうこれお正月花セットを買うと必ず入っているんですけれども、松は不老長寿の象徴ですね。門松としても使われているんですけれども、年神様、その年の年神様がこれを目印にして、ね、お家に来るという意味があって飾られますね。はい、そして千両、ね、これはこの赤い実が富と繁栄を象徴しているんですよね。金を呼び込む縁起のいいお花でもあります。そしてハボタン、これも本当によくこの季節になるとお正月花で使われますよね。これは逆境に強い精神とか健康を意味します。寒い時期にもね、すごいハボタンって外で元気よく咲いてますよね。はい、まあ、そんな意味があります。はい、そして菊もね、長寿とか不老不死を象徴しているんですよね。すごく長持ちするお花なので、まあ、長く飾るお正月花にはぴったりのお花ですね。はい、それでですね、今日の花瓶がこのね、口が細い花瓶だったらこのまま生けていってもいいんですけど、今日はちょっと口が、ね、こんな風にちょっと広い花材なので、どうするかというと、枝で橋を作ります。口に合わせてこの枝をカットします。はい、枝をカットして、で、半分にカットします。これをですね、ちょっと両端を斜めに切っておきます。はい、これももともと斜めですかね。はい、で、斜めに切ったらとこの口のところギリギリのところに橋渡しをします。花瓶のちょっと、はい、で、しっかり止まりました。大体に 1,2 センチ花瓶の口から下のところにこうギュッと入れると、まあ、このようになります。はい、で、枝が、ね、ない方は竹串、お料理で使う竹串を使ってですね、代用してもいいです。はい、で、これですね、ハボタンですね。ハボタンはこれはバラなんだと思いながら、こう優しくこう開いていってください。そうすると本当にバラのような美しいお花になります。はい、ね、そのまま使っちゃうと本当にキャベツみたいなんですけど、まあ、ちょっとこうバラのように開いてあげるとまるでバラのようになるお花ですね。で、これをですね、ここにこのように刺したいと思います。だいたい松の2分の1から3分の1くらいの長さにします。斜めにカットします。この斜めにカットしている口が、
花瓶の花瓶に当たるように。でお花がねこうくる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 回っちゃう時があるんですね。こういうふうにくるくる回ってどうし下向いちゃったりするとかっこ悪いので、そういう場合はねこの竹ひごを使ってここに刺すんですよ。で刺してこれをこのままこういうふうに入れるともうビシッと止まって動かなくなります。感じです。いかがでしょうか。はい、でここで NG ポイントの1です。はい、こう横から見た時にですね、あの後ろに反れるとダメなんですよね。後ろに反れてしまうとお花がこうのけぞってるように見えてしまうので、これをですねどうするかというと、ちょっと前傾にしてください。はい、前傾姿勢にしてください。そうするとねお花がすごくあのこちら側にあの投げ入れかけているように見えますね。そしたら次、菊を入れます。菊で、NG ポイント2つ目です。ここで、はい、でまずねこの葉っぱがあの水の中にこう入らないようにしてほしいんですね。例えばちょっとあのガラスの器でこう分かりやすく言いますけど、こうやって水の中に葉っぱがね水の中に入っちゃうのこれダメなんですよね。なぜかというとあのこうやってあの葉っぱがね水の中に入ってしまうと水が腐ってしまうんですよね。なので、まあ、あの菊の葉っぱねこういうふうにあの取って、ですごく菊ってあの生命力旺盛なので、あの葉っぱがねちょっと多すぎる場合は間引いてもいいですね。これをじゃあこんな感じで、はい、間に入れていきます。はい、ではここで NG ポイント3つ目です。花が同じ長さになる。まずこの菊はですね、ハボタンよりもちょっと長く入れます。違う長さにすることで単調に、生け花が単調にならないようにするんですね。なのでこのもう一本の菊もぐっと長くして入れます。高低差をつけることが大事です。染料入れてきますね。あんまりねこうあの水揚げがいいお花じゃないんですね。なのでできればねこの水揚げが良くなるようにこの枝の水を吸うところをねちょっと断面積を広くしてあげましょう。こんな感じですね。あとちょっと割るとかね、そうすると水を吸い上げやすくなります。はい、というわけで染料と金柳を入れて完成です。この後、今日のおさらいのポイントを、お話しした後に金柳の使い方についてお話ししますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは今日のポイント3つです。まず、花がのけずるのは NG でした。前傾をさせてください。そして2つ目、葉が水に入るのも NG でした。葉は、水に入らないようにしてください。そして3つ目の NG ポイントは、花が同じ長さになるでした。長短をつけて高低差をつけていけてくださいね。では柳を入れていきます。柳ね、金の柳、これねお正月花のセットにね入ってますけどね、どうやって入れるかすごく迷う方も多いんじゃないかと思います。これはですね、曲げて使ってみてください。パターン1つ目、松に絡ませるように S 字状にしてみました。パターン2は、しだれ柳のように上から入れるです。パターン3つ目は、丸くするです。このようにちょっとラフな感じでいいので丸くしてワイヤーとか糸で縛って円にして入れてみてください。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは、いけばなの手法を使って季節のお花の飾り方をお伝えしています。応援する気持ちで、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。